こんにちは、茂木和也です。今回はトイレの便座裏についた頑固な黄ばみの落とし方をご紹介しようかなと思っております。これまでも便座裏の黄ばみ落としは動画で何度かご紹介をしてきました。で、全て共通して言えることが、塩素系の洗浄剤もしくは漂白剤を使って落とすという方法なんですよ。というのは、トイレの黄ばみ汚れと言いますと、基本的には尿石が原因なんですけれども、ここの便座裏につく黄ばみというのは、おしっこの黄ばんだ色素が色移りしたような状態でついているケースの方が多いんですよね。黄ばんだ色素に対して塩素系は漂白効果がものすごく高いので、いわゆる脱色させて綺麗にするという方法をご紹介してきたんですけれども、それでも落ちないケースもあったりするんですよね。で、その落ちないケースはどういったケースかというとですね、尿石がついているといったケースですね。黄ばんだ尿石がついているというケースと、おしっこの黄ばみが色移りしているというケースは非常に似ているんですけれども、落とし方が変わってくるんですよ。黄ばんだ色移りは先ほど言った通り、色を脱色するということで塩素系を使うと。ただ、黄ばんだ尿石がついているということになりますと、酸で溶かしてあげる必要があるんですよね。尿石を落とすことで黄ばみも一緒に落ちてくれるということになりますので、じゃあ具体的にどんな洗剤を使えばいいのかということになりますが、最もおすすめなのがですね、こちら、サンポールです。おすすめな理由は3つあります。1つは酸性度が非常に強いと。で、2つ目はコスパがとてもいいということですよね。モテギカズヤシリーズにトイレ尿石落としジェルという酸性度の非常に強い洗浄剤もありますけれども、コスパの部分でいくとやっぱり負けちゃうんですよね。そして3つ目がですね、皆さんの近くのお店でほぼほぼ間違いなく売られてますよね。ということで入手しやすいというその3つの理由でおすすめなんですよね。ただマイナス点もありまして、多少とろみはついていますが、こういった形で便座を跳ね上げて掃除していきますので、ダラ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 垂れていってしまうと。強い洗剤ですから、垂れていった先にですね、酸性洗剤が触れちゃいけないような素材があったりすると、変色したり傷んだりしてしまいますし、液がですね体に跳ねてかかってしまっては非常に危険ですよね。そういったマイナス点を克服しているのが、モテギカズヤトイレ尿石落としジェルなんですけれども、でも今回はですね、このサンポールを使って塩素系では落とすことができない便座裏の黄ばみの落とし方をご紹介していこうかなと思います。で、ご紹介する前に注意点が2つあります。1つはご覧の通り黄ばみ汚れがついていませんので、残念ながらビフォーアフターという形で今回ご紹介できません。やり方だけ参考にしていただきたいなというふうに思います。そしてもう1つが、メーカー側はこの便座にですね、酸性タイプの洗浄剤を使っちゃいけないということになってるんですよね。なので自己責任の扱いになってしまいます。メーカー側では便座を含めたウォシュレット全体については中性洗剤で洗ってくださいということにしているんですよ。例えば中性洗剤ですと、トイレマジックリンとかアワピタとかですよね。ただどうですか皆さん、そのような中性洗剤で便座裏についた黄ばみ汚れって落とせますでしょうか？落とせないですよね。なので今回メーカー側では良しとして、ね、いないやり方なんですけれども、サンポールを使って落とす方法をご紹介しようかなと思っているわけです。はい。で、なんで使っちゃいけないのかというところについては、プラスチック素材が変色するということも使い方が悪いとあるかもしれません。例えばすごい長い時間つけておくとか。でもそっちよりもですね、ここの内側と外側に隙間がありますよね。そこからこう中に液が入っていくと、この中には便座を温めるための配線とか金属パーツがありますから、そこが錆びてしまって壊れてしまうというところの方が大きいのかなと。なので注意するべきは、あまりですね、この溝の方に行かないように掃除するというところがポイントになりますよね。液が入るだけじゃなくて、強いさんはガスも多少出るかと思いますけれども、そういったガスもですね、あまりないかもしれませんが、入っていくと錆の原因になるということも考えられますので、近くに寄らないような形でやっていくということになりますね。ではやっていきますね。まずはお掃除用のマグカップにサンポールを適量入れます。はい。直接かけるとダラ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 垂れていきますので、面倒でもこのような形で一旦取ってもらってですね、容器に。ここでまず一つ目のポイントは、あまり入れないことですね。本当に思った以上に使わないんですよ。なのでいっぱい入れてしまうと処分に困りますので、少なめに入れて、なくなったらまた少し継ぎ足して使っていくというやり方の方がいいですね。そして、フル歯ブラシを使ってですね、塗っていきます。はい。こんな感じで。
擦りながら塗っていくという感じですね。綺麗な状態ですけれども黄ばんだ尿石がうっすらついているといった場合にその尿石を擦りながら塗りつけていくと。でそれほどひどくない場合はこうやってある程度こすりながらやっていくとですねやがて取れていきますね。で結構厚めについている場合はある程度こすり洗いをして塗り広げたらトイレットペーパーで湿布ですね、はい、こんな感じ、こうやって5分から10分ぐらいまずは放置すると。でちょっと上からですねこの時ペーパーが切れてしまわないようにこう優しくですね、まあそう言ってもちょっと切れてしまいましたけれども継ぎ足すような形にしてですねやっていくと。トイレットペーパーで湿布してしまうとどうしてもこの上からまたですねいっぱいつけたい時に今のようにこう切れていってしまうんですよね。たっぷりつけたいですよね、せっかくなんで。お慎重にやっていくとこういう感じ。どうしても切れやすくてやりづらいっていうことであれば厚手のペーパーを使った方がいいですね。キッチンペーパーとかペーパータオルになりますけれども、例えば私がよくお掃除に使っているのがこちらスコッティファインの洗って使えるペーパータオル、これでちょっと試してみますか、どんな感じになるか。同じようにぬりつけて洗ってですね、ペタッと、そして上から、これはこれでちょっとやりにくいところもありますね。このぐらい厚いとこういうふうに中に入れちゃってですね浸して貼った方が作業性いいですね。浸してから貼り付けると、手袋をしているとはいえ直接触れたくないっていう方もいるかもしれませんがいい感じですね、はい。で空気を抜いてあげると、ここポイントですね、空気があると浮いてしまいますからね。ひどい場合はトイレットペーパーよりもこっちの方がいいですね。ご覧の通りしっかり貼り付けることができますからね。で注意がですね、実際垂れていっていますけれども、これですね、この液垂れ注意が必要ですね。あまりつけすぎると垂れていってしまいますので、その先に酸が触れると変色するようなものがある場合は注意が必要ですね。でこのまま5分程度放置してですね、そしてペーパーを寄せて、でもう落ちていれば OK ですし、落ちていなければここでまたですねこすり洗いを入れて、でそしてペーパーシップですね。こういった作業も考えるとやっぱりトイレットペーパーよりも厚手のペーパーの方がいいですね。トイレットペーパーだと一旦確認してまた貼り付けるなんてことできませんから、また一からやり直しになりますからね。そして黄ばみが取れたらペーパーを取ってまずは液を拭きますよね。便座のスイッチに連動して便器内に水が少し出ましたけれども、ここ掃除するときはコンセント外して掃除した方がいいですね。そして最後に液が残らないようにしっかり水拭きをしないといけないんですけれども、その時おすすめなのがこちらです。これはただ空のスプレーボトルに水を入れただけですね。これをまあ直接吹きかけてもいいですし、ペーパーに吹きかけてからでもまあどっちでもいいですけれども、で拭いていくと、しっかり拭いていかないとですよね。本当は酸性タイプの洗浄で使っちゃいけないことになっている場所ですから、特に最初にお話した通り外側と内側の溝に液が残っているとそこから入っていくと故障の原因につながりますので、そのようなことがないようにしっかり拭くというやり方ですよね。あとこのクッション部分のゴムの黄ばみなんですけれども、どちらかというとこのプラスチックの部分よりもこのゴムの黄ばみの方が頑固なんで困ってる方多いのかもしれませんが、ここは尿石がついて黄ばんでるっていうのはあまり考えられないのかなと。どちらかというとおしっこの黄ばみの色移りの方が可能性が高いと思いますので、ここのゴムの黄ばみの落とし方も動画にしてますので概要欄にリンク貼っておきますね。もしそれで落ちない場合は今回のやり方で効果があるのかもしれませんね。ただ注意していただきたいのが、塩素系で落ちない場合は3ポール使ってくださいという言い方してますけれども、それら2つって混ぜるな危険なんですよ、塩素系と酸性タイプですから。なので塩素系タイプを使った後に3ポール使う場合はしっかり液が残らないように十分拭いていただくと。少しでも不安であれば同じ日にやらずにですね気を改めてやった方がいいですね。塩素系は時間が経てば経つほど飛んでいってくれますので
はい、ということで今回はサンポールを使って便座裏についた頑固な黄ばみの落とし方をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。最初にお伝えしておりましたけれども、便座裏の黄ばみって塩素系で落とせるケースの方がほとんどなんですよ。なので今回のやり方は塩素系を試しても落ちなかった時の黄ばみのやり方ということで、黄ばみにお困りでしたら優先すべきは塩素系の方になりますね。で、それでもしどうやっても落ちないという場合は今回の方法を試していただきたいんですけれども、まずは塩素系を試してみると。いろんなやり方ありますけれども、そこについては概要欄にリンクを貼ってある動画を参考にしていただければなというふうに思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。